ご視聴ありがとうございます。カフです。スーパー戦隊の忍者って誰も忍んでないよな、まあ、ハリケンチャー、はい。ということで本日4月4日は手裏剣戦隊忍忍者で赤忍者伊賀崎隆治役を演じられました西川俊介さんの誕生日ということで、再現料理でお祝いをしていきたいと思います。忍んでないよなって言いながらも、忍忍者に登場したサスケと陽介はね、忍びよ的なことを言っていたわけなんですが、でも街中で戦ってる時点で忍んでないんですよね。はい、まあ、そんなことはどうでもよくてですね、西川さんの話をしていこうかなと思うんですけれども、演じた伊賀崎隆治、いやー、スーパー戦隊のレッドなんですけれども、まあ、熱血というか、まっすぐにしかいかないというかね、まあ、そんな役柄だったかなというところで、やっぱなんか忍者の雰囲気と真逆を言っているキャラクターかなと私は勝手に思ってるんですけれども、でもやっぱスーパー戦隊のレッドってそういうのでもいいと思うんですよね。てかそういうのがいいと思うんですよね。まあ、冷静な一面もあるっていうのはレッドかだとは思うんですけれども、やっぱ行動で示すというか、メンバーたちを引っ張っていくっていうかね、まあ、そういったところが垣間見える、そんなレッドだったんじゃないかなと私は思ってます。であんまね触れちゃいけないかなと思うんですけれども、一応触れとこうかなというところで、西川さんってブレードのね剣崎椿さん2世みたいなね、そんな感じだったんじゃないかなと私は思ってまして、結構セリフが何言ってんだろうっていうところがあったかなと。いや勢いでいくとあんな感じになるのかもしれないですね、喋り方っていうのは。まあ私もあんまり滑舌がいいわけではないですけれども、まあ、そういったところもあったキャラクターでしたよね。ということで今日作った料理になるんですが、忍びの11で登場していたステーキですとか手羽ですかね、こちらの黒胡椒焼き、あとマッシュポテト、フライドポテトと、まあそれらを作ってみた感じなんですけれども、いやー朝食でこれ出されるとねちょっときついですよね。無理だな、私は食えないな。でも隆治は普通に喜んで食べていたという感じですよね。まあ、肉好きっていうところもあったと思いますけれども、どうですか皆さんは食べれますかこれ出されたら。いやーなかなかヘビーだと思いますけれども、てかこのシーン全員普通に食べてたよな。あ、ヤクモはちょっと違うか。とりあえず忍者になれば朝食からでもステーキ食べれるんですかね、どうなんですかね。まあそういう話ではないと思いますけれども、はい。ということでね、ラスト忍者になって10周年がもうすぐ迫っているというわけなんですけれども、いや忍忍者のメンバーまだね全員芸能界で活躍されてるっていうところですから、何かしらあるのかもしれないですね。伊賀崎隆治の復活、まあ、そこら辺はねまた来年楽しみにしておいて、改めまして西川俊介さんお誕生日おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右のアイコンをクリック。今登録いただくと、なんと、なんと、あなたの好きな特撮作品の料理が再現されるかもしれませんよ。